塩分は抜かない、抜きすぎない、抜きすぎない方がいいっすね。やっぱり塩分と水分と糖質が結びついて体パンプしますから、うん、この前日ってやっぱ油も入れたいんですよ。はいはい、お水の量まで細かいんですけど、あ、計算した方がいいんですか、ね、いいと思います。で、当日なんですけど、はい、当日の朝、当日の朝ですよね、はい、どういう風に過ごせばいいかな。当日の朝は、まあ、早く起きますよね。まず、はい、6時ぐらいには起きて、はい、コンディションチェックします、はい、で、これ一番ベストなのが、はい、だ金曜日の朝より土曜日の朝、はい、それより日曜日の朝がコンディション上がってるのも完璧です、はい、ああ、なるほど。でも大体は土曜日と同じだと思います、はい、そうですね。僕も前回はそこまでこう変わりはなかったかな、うん、土曜日の朝と多分同じコンディションで日曜日当日の朝を迎えることが結構これ多いんじゃないかなと思うんで、はい、うん、でもそこで食べないっていうのはやっぱりナンセンスなんで、うん、朝早く起きて食べるんですよね逆に、うんうんうん、6時にまた白米、はい、白米、まあ、一食、はい、糖質入れて、はい、まあこれもだから人によりますけど、大体だからそのカーブアップの1食分と同じぐらい、はい、だから 150g なのか 200g なのか、糖質量で言うとまあ70とか80になってくると思うんですけど、糖質大体70ぐらい取った方がいいんじゃないですか、朝1は。なるほどです、はい、じゃあ白米で言ったら 200g ぐらい、そうですね、200g ぐらい取って、うん、そこで軽くだからお肉も取った方がいいかもしれないですね。軽くタンパク質、はい、タンパク質、脂質も入った、脂質も入ったのを一緒に食べて、はい、でそっから、12時が会場だとしたら、はい、12時大会試合だとしたら、はい、まあ、会場入りするのが9時ぐらいじゃないですか、はい、で9時ぐらいにもう一食が、これが多分12時スタート、はい、出番だと最後の食事ですね、はいはい、ここで絞れてれば塩分ぶち込んじゃっていいと思うんですよね。なるほど、ここです、ここで塩分をいきます。なるほど、ハンバーガー、ハンバーガー、はい、マクドナルドとか、はいはい、まあ、コンビニ売ってるハンバーガーでもいいですし、はい、それを入れれば糖質も脂質も全部タンパクも取れるんで、うんうんうん、これ1個いっちゃっていいと思います、ね、ハンバーガー1個、うん、ハンバーガー1個いって、うん、でもうこっから3時間はお腹の張り具合を見て、うん、張り付き具合をずっと見てください、うん、ちょっとでもむくんでるようであればもうそれを最後にした方がいいです、はい、食事は、はい、そっからは、まあ、食べたとしても本当にチョコとかそのライスケーキとかライスケーキみたいな、そういうのを本当に多分ちょっとでいいと思いますね、うん、もうもう本当お腹が張らない、張らないように、ここを優先にしてください、お腹の張りを。これがちょっとでもなんか皮下水分溜まってきたなとか思ったら、うん、もう食べない方がいいですね、うんうんうん、はい、水分はもう極力抑えて、その当日は僕はまだ飲まないですね、はい、朝起きてからは、はい、喉乾いたらゆすぐだけですね。ああ、ゆすぐだけ、はい、なるほど。ちなみに元気さんってサプリメントとかは、はい、直前とかって、直前は、うん、まあ、アルギニンとかシトルリンと、あと、はい、塩、塩は取りましたね、はいはい、でコーラ、あ、コーラ、ペプシかな、はい、炭酸抜いた方がいいですか。いや、大丈夫、僕はそのままいっちゃいました、ね、そのままいっちゃいます、はい、微炭酸ぐらいのやつがいいかもしれないですね、はい、そんなお腹張らない、うん、張らないような、それを40分ぐらい前かな、うん、40分ぐらい前にそこでだからシトルリンとかアルギニン、塩を飲みますね、はい、そこで一口しっかりごっくんと飲んで、うん、結構ごっくんって飲みます、結構ごっくんだ、はい、だからまあ 50ml ぐらいはある。ああ、なるほど、ね、あ、そうですか。そっからチビチビお腹見ながら行きます、はい、なるほどなるほど。でパンプ始まって、はい、汗が多分出てくると思うんですよ、うんうんうん、そっから40分後にパンプして、うん、汗が出てきたらまたちょっとだけ飲みます、はいはい、で500のコーラを僕は、はい、まあ、出番の時には半分ぐらい飲んでるイメージですね。あ、 250ml、 あ、ミリリットル、そういうぐらいのレベルなんですね。レベルですね、あんま飲まないですね。なるほど。でもこれ慣れると思う。あとはちょっとこう飴舐めたりするっすね。あ、飴玉舐めて、はいはい、ガム食べたりして唾液を出してみたいなことはしますね、はいはい、あ、なるほど。じゃあちょっと血管拡張系のサプリメントも、はい、サプリ入れて、まあ、C4 でもいいっすよ。 C4 でもいい、 C4 でもいいし、うん、っていう感じですね、はい、そこでじゃあもうマックス持っていく、持っていくっすね。いや、めちゃくちゃ勉強になりました。本当ですか。はい、ありがとうございます。なんか皆様にもちょっとでも参考になれば僕は嬉しいな、はい、なんか
やっぱ悩まれてるというか分かんないそうっすよねっていう人多いと思うんで、はいはいはい、すごく参考になったんじゃないかな。そうっすだから今も結構絞れてる人多いと思うんですよね昔より、はいはい、絞った大会出てくる人多いんで、はい、やっぱまあそういった人にやっぱ当てはまる内容だと、はい、思うので、ぜひ、ねまあ、参考に。そうですね。まあ、なれば嬉しいですけど。まあ本当に人それぞれ。うん、そうですね。まあ、僕も本当やってみないと分かんないかなと思って、ね、ちょっと今回もですね、はい、あのディプリート、そしてカーボンク、はい、あの絞れてたら、はいはいはい、そうですね。はい、やってみようかなと思います。またそこはちょっとチェックさせてください。はい、はい、ちょっと今回あのギリギリになる。そうですね。2日だから。はい。朝有酸素してますからね。そう、朝有酸素して、ちょっとあの急ピッチで仕上げてますね。はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。みんなも頑張ってください。バイバーイ。